皆さんこんにちは、今回はデュアルスポーツ3ジェネレーション5の、車体紹介をしていきたいと思います。ではまず今回一番大きく変わったところですね、昨年度のモデルまではサスペンション付きでしたが、今回からなくなりました。でデュアルスポーツ3はカーボンのフォークになり、ね、もう見てわかるかなというところですが、タイヤがめちゃくちゃ太くなりました。650×50 という幅ですが、実測で測ると、大体40ミリちょいぐらいこっちです。めっちゃ太くてもう安定性があって、一回ちょっとこれ試走しましたが、サスペンションなくてもめっちゃ乗り心地柔らかくて、すごくいい乗り物にまた進化しております。で次ですね、フレームもうヘッドチューブから中入っちゃいます。なんでその分見た目すっきりして、空気抵抗はこれにあんまりあれかもしれないですけど、まあ、見た目すごくすっきりしてるよって形になってます。でブレーキはもうデュアルスポーツ3はもう油圧のディスクブレーキになってます。軽いタッチでしっかりと止まってくれる、まあ、雨の日も全然問題ない、二歩走とか走ってもしっかりと止まってくれるんで、まあ通勤の道に荒れてる道があってももうガンガン使えるんじゃないかなと思います。で次コンポーネントですね、前シングル後ろ10速になってます。まあ、後ろも見てからでもでかいものついてます。もう前1枚ですけども、しっかりと軽いギアもやってくれるので、もう全然これで街中で困ることは絶対ないかと思います。じゃあ肝心なカラーですね、2色展開です。今回紹介しているものが、クリムゾン赤色ですね。もう1色が、ブラックオリーブですの2色展開となっています。で、メーカー公表の実測重量としましては、M サイズで 11.88kg、まあ、約、昨年モデルと比較するとサスペンションがなくなった分1キロぐらい軽くなっているということです。サスペンションなくなっても乗り心地はしっかりとしているので、より走りは軽快になって、でも乗り心地はしっかりと良くて、かなり優れて乗り物に変化しています。アイテムですね、フレームトップ中、フレームバック付けられるようにダボ穴付いてます。ボントリガーの専用のものでしたらボルト付けて、揺れをかなり防いでくれる、フレームにここにバンドした時の傷とかも抑えてくれるので、かなり優れものになってます。以上が、デュアルスポーツ3ジェネレーション5の説明となります。気になった方はぜひ店頭にご覧いただいて、ぜひ見ていただければと思います。千葉サイクルには他にも車体説明動画やメンテナンス動画など上げてますので、ぜひご覧いただければと思います。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。